はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズだ。今回どうしようか。何するっつってたかは覚えてない。ああ、もうちょっとあれかな。穴掘ろうっつってたのかな。もしかしたら。こっち水あるね。なんていうの、あれ、何が起きた、ここ。ここ何が起きた。前からだよね。前からだと思います。なんでこっちに穴が開いてるのかわかりませんけど、前からだと思いますので気にしないでいこう。きっと石があったんで、こんな鉄とかね。そう。なんで今回はどうしよっかな。まあもうちょっと、結局まだ、他人の動画、他人というか他の人の動画ね、見てません。で、一応ちょっと投票してもらっ、投票っていうかアンケートやってもらったんですけど、まだまだどっちがいいか分かんないので、とりあえず維持してます。なんでもしよかったら、多分前回もだし今回もかな、とりあえず木を切りまくった回植林の回にアンケートあるんで、植林の回の後半かな。多分こっちも貼ってると思うんですけど、同じのが貼れるなら。よかったら答えてくれたら嬉しいです。それを見ながら今後どうするか決めようかななんて思ってます。で、今のところはね、海外の情報を輸入してくれっていうアンケートが多かったんで、まあ、どうしようかなって。それとは別にまた、なんていうの、いや、このままやってくれっていう人もいたんで、ちょっとまだ迷い中です。まあまあ本当はね、どっちでもいいのかな。まあ結構遊び尽くしたもんね、初見プレイとしては。多分まだ分かんないことがいっぱいあるのかもしれないけど、これ石じゃねえな。石はいいんだよ。俺が欲しいのは石じゃなくて、オイルシェール、シェルオイル、これ紫のやつね。こいつがあれなんですよ、サイエンスをガンガン上げるのに役立つっていう。まあ前回かな、美味しくいただきましたもんね。多分あの様子だといくらぐらい使ったっけ。結構無駄にしたと思うんだよね。なんでまあもうちょいと効率よく使えばもうちょっと上がってただろうにというね、それはあるけど、まあ折ってればいっぱいあるから。まだこんだけしか折ってないから、もっと地面は広い、土地は広い。本当はオーガーのパーツ作れれば、オーガーの道具を作れればね、こんなんズカズカ削って終わりなの。意外とないね。見つけたところをたどっていった方がいいのかな、これは。そういう系の鉱石はそういうわけでもない、ね、やっぱ適当にあるんだね、どっかそこら中に。高さ的にもうちょっと低いところがいいのかもね、ここら辺とか。だっけ、この前使ったの3000超えてたよね、確か。3000ぐらいだっけ、3500、どっちだっけ、覚えてないな、あんまり。なんでまあうまく使えばいい感じにね、いくら上がると思うんで。海外の人の動画どうなんだろうね。意外とチップス系っていうの、なんていうの、チップス系だな、ティップ系ハウトゥーとかそういう系の動画を探してみることになると思います。多分もし見ることになるなら。で、それを
ちょっと試してみて、こんな感じ、面白そうでした、みたいなね。まあ、見ないならこのまま、こんな感じで、いろいろやっていくかも。要塞作りたいよね、もうちょっとちゃんとした。ゾンビかな、ゾンビは攻撃してこなければいいのに。ゾンビは攻撃してこないで、こっから一方的に倒すっていうのをやりたかったんだよね、本当は。でも、この前、ちょっと、タワーが思いっきり攻撃されたから。なんかないかな。タワーというか、なんていうの。スパイクログじゃない方の。ウッドスパイクタワーがね。結構いい線いくと思ったんだけどな、ダメだったね。あとはゾンビが永遠に回り続ける仕組みを作るとか、エッシャーの本みたいなありえない仕組みを作りたいな。永遠に上がり続ける階段的な。作れないよね。見た目では作れるかもしれないけどね。見た目ではね。はーい、1000、2000、3600、意外と少ねえな。結構バラバラってしかないんだね。難しいもんだ。横に掘りつつの方がいい気がするね、効率上げるためには。方向に掘って見えたら掘るみたいな。そんなのが効率いいかもしれない。そんなことならさあ、ナイスの方角や、こっち行こうよって今言おうとしたんですよ。そしたら方角的に向いてたかって、ね、こうやって繋げてしまいたい。なんかかっこいい要塞作りてえな。でも一人だからね。一人だから、でっかい要塞作るのは無理かな。材料集め。材料集め動画になりつつあるもんね。一人でやっちゃったら。かといって人を呼んでも、結構、勝手なことをやる人が出てくるからね、あんまりこっちのマップには呼びたくないんですよね。勝手にどっかでサバイバル始められたら意味ないからね。で、最初の 100×100 のメンバーはすごく団結してたけどね、あの時は。 100×100 を掘るんだっていう大きな目標があったから。あれ、オイルなくね。こんだけ掘ってオイルないって相当だよ。相当外れだよこれ。高さ間違った、そういうこと。まあいいや、よし帰ろう一回。石もいっぱいあるしね。どっか帰るか分からんけど、マジ帰り方が分からんわ。やばい、迷子。自分の家の地下で迷子になってしまった。どっかそこら辺に出口があるでしょ？ん？あ、これだ！よいしょ。で、なんか、あ！そういえばさ、前さあれなかったっけ、コメントでポールじゃねえな、なんかね、なんかだったらゾンビが入ってこないよ的なのありませんでしたっけ。
う一個でよかったねこれ。これやってこれやってこれやって、これやって、はい、やらかしたやらかした。ダメだ、間に合わねえ。2個で行こうか、もったいないから。じゃあ待って、最初にタイミング合わせればさ、最初にタイミング合わせればいいんじゃね。そう思った俺は。火を止めます、火を止めます、火を止めます。つまりこっちやる、これやったでしょ。10秒の間に戻ってくればいい。1 2 3 4 5 6 7 8 9。何時？なんで？なんでずれてんの？600、真ん中600。こっちが長いんだよ。合ってるのか、合ってるっぽいね。あれ、こっちが長い。こっちは早い。なんで、何が違う。1個目と2個目の間短かったと思ったんだけどね。うわ、なんだよそれ。わお、謎ですわ。難しいなこれは。難しいことが分かった。非常に難しいねこれ。でしょ？このぐらいのタイミング持たせとけばいけるでしょ。いいんじゃない？は？真ん中おかしい、タイミングが、火力が違う。ダメだ。2個がいいかもね、おとなしく。2個が一番確実で無駄がないと思います。ちょっと時間かかるけどね。やっぱおかしいもん、なんか
の進み方が違うよね。何なんでしょう、火力の違い。火力の違いってそんなバカな話しないで。まあ強いて言えば火力の違い、もしかしてこれをいっぱい入れたらよく燃える。関係ないだろう、絶対関係ないわ。よし、あ、ダメだ。え、いいんじゃない、タイミング。6、5、4、3、2、難しいね、しかしね。難しい、タイミングが難しいということが分かりました。なのであんまり役に立つチップスじゃなかったね、俺のは。まあだいぶ稼げてるけどね、レベルは結構上がってると思います。多分欲しいと思う。レベルはサイエンス、サイエンスはどこだ、ある、ある、スカベンジングサイエンス78。おお、調子で100いくのは当分先だな、当分先だね。燃料がだいぶ集まってきました。でさっき思い出したのがちょっとあるんですよ。なんでどうしよっかな、コンクリートミックスを作るか。コンクリートミックスをちょっと大量生産し、できない、足りない、砂が足りないかな、砂が足りないかな。よし、ガソリンで食べ物がなかった気がするね。出だ出だ、のあのポールっていうのかな、んていうの、柱、柱、それだ。柱がね、なんかね、前面白いっつってた気がする、気のせいかな。ゾンビがハマって、ハマって、いやゾンビ攻撃してくるのかな。あー、木でやってみればよかったね、まずね。テストは木でやるべきだ。木がない、木がない、痛い。よし、なんていうのあれ、ピラーかな。ウッドピラー100。あ、これいいな、ピラーハーフがある。やだ、え、じゃあ50で検索してみようか。50、コンクリートだわ、これはコンクリートっすわ、それはコンクリートしかない。だってさ、こんな粘土持ってくの大変だっつうの。うわ、いつの間にここ攻撃されてる、いつの間に角がやられてた。そして上がれる場所がない、こっちもやられてた、もしかして。
やられてるかもね。かもね。ああ、もう今回20分だったの早いな。早いね。そっか。穴掘ってたからか。そうだね。ごめんね。穴掘ってたから結構な勢いで時間が経ってたらしいです。というわけで今回はここら辺で終わりにしましょう。もしよろしかったら多分この動画にもアンケートつけてると思うんで、私がどうするか答えてくれたら嬉しいです。多分ね、登録っていうか、なんていうの、YouTube のアカウントなくても投票できるんじゃないかなって思ってたりするんで、よかったら、右上かな左下かな、なんかどっかに愛みたいなアイコンが出てると思うんで、それタップして、タップもしくはクリックして、投票してくれたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。次回は、ピラーでちょっと実験してみたいと思いますので、よろしかったら見てください。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。静止画でした。